こんにちは、サムラジ君ことです。企業会計基準第1号事後株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準用語の定義4。事後株式処分差額とは、事後株式の処分の対価から事後株式の帳簿価格を控除した額を言う。5。事後株式処分差益とは、自己株式処分差額が正の値の場合における当該差額を言う。6。自己株式処分差損とは、自己株式処分差額が負の値の場合における当該差額を言う。あります。